みんなの実力が上がったり、みんなの健康が良くなって、あの、張り切って、みんなで愛車精神を持って頑張るのと、どっちが自分にとってもいいのかなと、もちろん会社にとってみれば、集団にとってみればね、会社っていうか、集団にとってみれば、まあ、みんなが努力したり、みんなの実力が上がったりしたら、それはいいんですよね。だけど自分にはど、どっちが振りかかるかっていうと、どうもね、最初はもちろん自分が頑張り、自分の実力を上げっていうふうにやると、自分は、 何か、得をするような感じがしたわけですよ。今まで金だけ自分だけっていう。ところがね、どうもそうじゃないんじゃないか。と、そうですね、私40ぐらいの時にそういうふうに思うようになりましてね。それで部下の、あのその頃部下の評価なんかしてたんですけど、部下の評価する時も、そのグループ全体に、えー、寄与してる人と、それからそ,その人自身は非常に鋭くて優秀で、 成績もいいって言うと、どっちを上にしようかっていうんでですね、どちらかというと、まあ全体の力を上げるのに寄与した人の点数を良くしました。そしたら人事と時々ぶつかりましてね、人事が武田さんこれいいんですかと、こっちの方が優秀じゃないんですかっていうことがありましてね。確かにそっちの人の方が優秀なんだけども、いやまあグループ全体としては、 これね、難しいんですよ。もっと難しい問題がありましてね。えー、っと、グループで能力のない人がいるとしますよ。やっぱりいるんですよね。それは、100 m ル走るにも、ピアノ弾くにも、優秀、優秀じゃないんで、いますからね。だから仕事でもそれあるんですけども、その優秀じゃない人が、こう、ぐっと伸びて、普通の、普通の人のように仕事ができるようになった場合ですね。それは優秀な人が一生懸命頑張った場合と、どっちがね、グループ全体に寄与してるかって、 ちょっと難しいんですよ。あの、その、力のない人が非常に努力して、ちゃんとしてくれるとね、グループ全体はものすごくいい成績が上がるんですよね。だから、その、例えばまあ、具体的な例を言えば、例えばまあ、これは私はあの、営業じゃなかったから、研究ですから、だから研究の内容ってちょっと言うの難しいんで、営業的に言えばね、もうすごく優れた営業マンが、1ヶ月10億円の注文を取ってくる。ある人はもう非常にポンコツで、 一千万も取れないというような場合ですね。非常に優秀な1億円、10億円取ってくるのが、すごく頑張って10億5千万取ってきたとしますよね。そうするとまあ、グループ全体の売上は5千万増えますよ。これ研究みたいにして考えてほしいんですけどね。ところが、もう一千万も取れないポンコスの社員が頑張って1億円取るようになったら、そっちの方が大きいんですよね。だから、その、どっちを、その、 成績のいい社員にするかっいうのは非常にこう迷った時期がありましてね。実力としてはもちろん、えー、10億円の人のほうがいいんだけど、グループとしては、あまあ、頑張って、えー、勉強したりいろいろ工夫して人の心もわかるようになって営業成績が上がった方がグループとしてはいいっていう場合があるんですね。で僕は今でもややそうなんですよ。どっちかっていうと、日本を良くするっつったら、 まあ、優秀な人はあまり対応しなくてもいいだろう。えー、むしろ、あまり貢献できなかった人が自分なりに努力したり、まあ、自分なりに貢献したり、一つの付き合いがうまくなったりして、グループ全体の力を上げた方がいいんじゃないかな、という気がするんですよね。そう,いうふうにしますとね、結局、実力とか、そういったものはあまり意味がないんじゃないかなと思うんですね。一人一人の人が、 その人なりに努力した総和がですね、結局のところ、まあ大げさに言えば日本を幸福にする。まあ、小さく言えば家族とか会社とかそういうのが貢献できるっていうね。だからよくよく考えますとね、えー、自分の成果、自分というものをあまり強調しない方がいいんじゃないかと思いましてね。だん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 それがあの、講じてきまして <laughs>。 現在では私は妙理を着せずっていう感じなんですよ。妙理に尽きるっていうのもいいんですよね。これも直接的なメリットをあまり考えずにやってるうちに、まあ、先生一生懸命教育してるうちに、えー、子供が慕ってくれて、えー、と、あの、年をとって大人になったら自分の家に来てくれて、えー、それで話をするのは、まあ、先生妙理に尽きるんですけども、 そういうことと、それは結果的にですからいいんですけどね。最初から妙理を着せず。つまり、それをやったら自分がどうなるということをあまり考えずに、まあ,あ、人間として一生懸命やっていくっていう方が大切なんじゃないかなっていうのが、現在の私の感じですね、えー。それはその意味ではですね、あの、自分のためとかじゃなくてとも言えますしね。それから、 成果を狙ったり、なんか成績が良ければいいとか、そういうんじゃないんじゃないか。この世の中はね。それの一番悪いのが、まあ、現在のアメリカであり、かつてのヨーロッパ文化であって、それで奴隷なんかを作っちゃって、自分が、自分が優れてるからっていうことでやると。そうすると、まあ、そういう人だけが偉くなったりしたり、金持ちになったりしますけども、大勢の人が奴隷なんかで働いたりする。 その意味では、例えば軍,軍人でもね、やっぱり大切なのはやっぱり一平卒じゃないか。一平卒が一番偉いですよ。これはあの、妙理を着せずですね。まあ、妙理尽きるかもしれませんが、一平卒は、上官の命令のまま突撃してそこで死ぬと。死ぬのは国家のためになりますが、その一平卒は、ただ上官の命令通り突撃して死んでいくわけですから。死んでも別に誰もその、 評価してくれないわけですから。だけど、それこそが国を守ってるんじゃないか。国を守るのは将軍ではなくて一平卒じゃないかっていう気持ちが僕に強いんですね。で、私は、妙理を着せず、妙理を着せない、着せない状態で、妙理を期待しない状態で自分が毎日を過ごしていく。これがやっぱり人生かなというふうに思います。今日はちょっと固い話で難しい言葉で失礼いたしましたけど、妙理を着せず、 で人生を送りたいと思っています。